新型コロナ対策としてのマスクの着用が今日から個人の判断となりましたただ医療機関や混雑した電車の中などでは今後も着用が推奨されます政府は判断の材料としてマスク着用推奨の指針を公表しています指針では通勤ラッシュの電車バスに乗るとき また、医療機関や高齢者施設を訪れる場合はマスクの着用が勧められています。このほか、高齢者や持病があるなど重症化リスクが高い人が混雑した場所に行く場合も着用が推奨されています。一方、全員の着席が可能な新幹線や高速バスでは外しても良いとされています。 このほか学校では新学期から基本的に着用は不要です。